に多くあるのは、もう九州ではまず初めてです。素晴らしい。ね、ということで、こたび、ぜひとも城西園では、さまざまなソフトございますので、お昼も、ね、そして3時、3時のおやつに、ぜひともソフトクリームなどを食してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたしまする。うん。皆様、おどうした。ソフトクリームだけではなく、城西園にはさまざまなソフトドリンクもござりまする。ドリンク